もう嫌。みんな、私は白川遥、5人組の地下アイドルをしています。どのメンバーよりも可愛いし愛嬌もあります。でもメンバーのアリスはセンターで、歌もダンスも少し上手いだけなのに私より目立ってる。もしもし、何？え、アリスが自殺？バカだね、やめるだけでいいのに。最近は何かあったらそれでもすぐ死ぬね。逃げ道の道具にしちゃってさ、ほんと負け組だね。もしもし。もう嬉しい。なんだ、知ってるんだ。アリスが死んだんだってさ。どうするんだよ。どうするって？俺たちが SNS で炎上させたんだろ。あなたがね。俺はお前に言われてやった。大丈夫、わかってるって。
匿名で中傷した人を特定できるんだぞ。そうね。おい、私と楽しい時間過ごしたんだから、それぐらいのことは。なめんなよ。あなたのおかげで私は一番になれるんだよ。人殺しをするなんて。違うよ、勝手に死んだだけ。私たちは悪人かもしれないけどさ、無責任で後押した投稿者も同罪だよ。この世界に善人なんていないよ。会社にバレたら人生終わりだ。誰が訴えるの？アリスの家族？彼女の家庭は複雑だから訴えないよ。ファンは？ないない、弁護士雇って時間とお金使って管理者に開示請求するのよ。そんな面倒なことする？他人に。わからないだろう。アイドルは消耗品。1ヶ月後にはもうほとんどの人が忘れてる。お前には罪の意識がないのかよ。ないよ。私たちは仲間なのに相談もしてくれなかった。どうして自殺なんかしたの？私は匿名からいろいろ言われても死なない。アリスがしたことは間違えてる、間違えてる。皆さん、今から黙祷するよ。みんなに今日はこんな報告するなんて辛いよ。今後のピンクズの活動は運営と協議してホームページから発表いたします。今日はアリスと写真を見ながら思い出に浸ります。またね。投げ銭、今日はいい感じ。Oh, oh, oh, oh.